ゆらひ女神社は、島根県沖郡西之島町浦郷にある神社。式内社、沖国一の宮で、旧社格は尊社。祭神は次の一柱。縁起式神明町では、ゆらひ女神社名神大元のあたす神として、元はす神である旨が記載されており、祭神は、カイドウ神あるいは主より姫命とも言われる。集中症や、土佐日記には、チブリ神とある。 島前の伝承では、その昔、ユらヒ女命が、芋桶に乗って、海を渡っているとき、海に浸したユらヒ女命の手を、イカが引っ張ったお詫びとして、毎年車前の浜に、イカが押し寄せるようになったという、草剣は不詳。国史では、俗日本語記、上は九年上において、揺ら姫命神、酒受けか、命神、 水若水の地神の三者が感謝に預かる旨が記されている。延長5年成立の演技式新名帳では、沖国地部郡に由良比女神社名神大元なあたす神と記載され、名神大社に列している。沖国内新名帳では、十三味城由良比目大名神と見える。中世から江戸時代中期までは水日安永二年、島前十三村の庄夜により、 霊体祭が復興された。近世以降は、おき国一宮を称した。明治5年に孫社に列した。社殿は小さかったが、明治22年以降、社殿、境内地が整備された。以前は2年に一度、7月の28日29日に行われていた。現在は、奇数年7月最終の土曜、日曜の夜に行われる。2層の大型漁船を連結させた。 神船に御腰を乗せ、船中で島前、神楽を演じながら、ゆ良を出発し、浦郷湾へ向け海を渡る。御腰は町内を練り歩いた後、宮自宅で一泊し、翌日夜に再び海を渡り、浦郷から神社に完業する。この行き帰りの新興祭は島前島後の祭りの中では、最も盛大な若者の御腰か次を見ることができる。 本殿ユラの浜海上鳥居のある社前のユラの浜は、毎年10月から翌年2月にかけて、イカが押し寄せ、イカ寄せの浜とも呼ばれる。千父村の伝承では、本来千父村のイカ浜にあった当社がユラに、移ってからは、イカは、ユラに集まるようになったという。祭人である、ユラひ、女様が、殻虫桶に乗って、遠い海からやってきたところ手で海水をかき分けながら、 裏に向かって来られる途中、イカが、ユラヒ、女様の手を引っ張ったり噛みついたりした。そのお詫びとして、毎年秋になると、イカの大群が神社の正面の浜辺に押し寄せるようになった。地元の者は、ユラヒ、女様の霊言と言って喜び、水際に番小屋や多くの小屋を建て、家族総出でイカを救い取った。もともと、チブリ島の古見に鎮座していたユラヒ女神社が、 ウラゴーに移されてから、チブリ島にイカが寄らなくなったと伝えられている。また、西の島の者が、チブリ島にイカが押し寄せるのを羨ましく思い、ご神体を盗んでウラゴー地区に移転させたとも言われている。この神様は、神武天皇の時代、イカを手に持ちから虫よけに乗って、神社の鳥居の近くの畳石に出現された、という伝説が残っている。また一説に、 この神様は、主税理姫命で、カラムシオケに乗って、ウラゴウに来る途中で手を海水で洗ったとき、イカが戯れて神様の手に触ったため怒られたと言われている。毎年10月29日のユラ日、女様のお祭りの日は、神帰りという魚座入神事を行うが、イカが入れ家によるのを、神帰りの証としている。俗にこの神を、スルメ大明神というのは、 このようなイカとの関係があったからである、ゆらひオン神社で行われる、沖島前かぐら、ありがとうございます。